こんにちは、プロトリーフチャンネルです。今日はこちらのですね、リプサリスという植物をご紹介したいと思います。こちらですね、タラーンとこう垂れているような感じなんですが、何かの仲間かと思うと絶対これサボテンの仲間なんですね。ジャングルサボテンなんて呼ばれたりするんですが、密林に生えている、木とかにですね着生して育つサボテンの仲間なんで、こう見てもれっきとしたサボテンなんで、種類によってはですねトゲのような感じで毛が生えたりとかするんですけども、これはちょっとですねつるっとした感じのものになります。サボテン科のリプサリス属というようなものになりますね。でこちらなんですが、やはりサボテンなので普通の観葉植物に比べたら全然水はいらないんですけども、基本的にはサボテンに比べたら直射日光とかは苦手なので、少し遮光をして育っていただく、もしくは室内の、明るめなところであればどこに置いてもいいかなというところです。で乾燥にはサボテンほどではないですがかなり強いので、たっぷりと水を与えていただくんですが、完全に表面が乾いてから与えていただくというような形になります。なのでこちらのリプサリスはですね、欧米の方、ヨーロッパの方では、非常に管理のしやすい観葉植物として、室内で飾るというのが主流になってとても人気がありまして、今向こうの方の品種改良されたものとかがこちらに大量に輸入されているような状態なので、ぜひこの機会に、日本にもたくさん入ってますので、リプサリスだいぶ安価に育てられるような環境になってきておりますので、一度チャレンジしてみていただいてもいいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。